おはようございます。皆さんこんにちは。タイムのエナジーラジックは2020年4月29日水曜日の午後3時47分です。今日は大きな演奏作品の前回スクースの続け季節の話題でもお、なんだ今日散歩中に太酒に目が止まって思い出したんですが、あ、竹を植えたかはね、植えちゃうか待ったやつでは、こういうイベントというかこういう会話も発生するのか。その季節の竹は春の若竹と植えしただけということはご存知でしたでしょうか。あの春の若竹必要な DIY があったもんね。そうだ、スマホで DIY の仕事をしてみて、その春の若竹を使って努力する。流しそうめん作りたい、流しそうめん作りたい。すごくなりやまの季節なので DIY を達成してくださいね。そうめんが美味しい季節ですもんね。流しそうめん作りたい、ありがとう静江さん。うわぁ、有益な情報ありがとう。で、あ、ジュニーから手紙が、ジュニーが助けたもんね。今さん、ユニアジュニーでは助けていただき、あ、ジャックこんなとこまで来てる、サンキューでした。皆さんの第4次のあたり、くさみの紛をお送りします。またお会いしましょう、ドラムジュニー、ありがとう。ジャック、こんなとこまでどうした？キング君も、あ、どうした？やあ、うまくん。佐々木さんの先生に来て、あ、いや、撮影するとそれね。あんま進んでないけどね。そんな頑張りその君に、僕は今日も拍手を送りたい。あ、ありがとう。それからもう一つ、プレゼントも送らせてほしい。なんだろう。風邪系か、また。何か風邪かい？猫グレーマ猫だから、ジャックが君のために苦労してると思うらしい。ちょっと今回の仕事に苦労してもらえると嬉しいけど。そうなの？まあ、それはもう救済物が気をつけないとしい。ありがとう、ジャック。キング君もいるな。ついしてる。キング君、知ってる？うん、丸文字書いてからね。ジュニーからのプレゼント。開ける。お、フラダンス人形、そう。置いてみようぜ、部屋に。あの、部屋汚いからな。早く、ローン返して、大きい住みてぇな。整理したいな、この部屋も。なんだっけ、フランス人形だっけ？フラダンス人形か。はい。あ、かわいい。かわいいね。ハワイとかグアムとかのお土産ですかね。かわいい。ずっとこ。前にさ、常吉のお店でさ、トイナフィギュア売ってるじゃんって言ったけどさ、俺部屋に飾ってたね。あ、キングが水道投げてるのを見てた。ハルくん、ジャッキーかわいいな。猫車か。あ、トイちゃんお家にいんな。俺の鍵開けた、キャットタワー、置いてくれたかな？ちょっと、気になる。置いてる！やったー！うわー、この、シンプルな部屋に。やったー！登るのかな？やったー、嬉しい！置いてくれてる。あ、ネズミもいるんだ、知らなかった。かわいい。いいじゃん。こういうシンプルな部屋に合うじゃん。キャットタワー。いいじゃないですか。ちょっと、線を下ろしたい。いや、今、ノイズ売ってんだよね、じゃね。何してるの？何言ったんだ？海岸のスツール。こういうのは今日出てからね、作ろうと思った時、機械のエンディオ。お気分は全然やばいって言ってさ、バイオクでカットしてどうなんかしてんだよね。あ、作りたい。お願いします。スツールってことは、いつかな？ありがとう。でもなんか、流しそうめんのレシピも覚えたんだよね。最後のレシピ覚えた。レシピ見てみるか。流しそうめんを作りて、あ、いいじゃん。何個必要なのかあるのかだけ。海岸す、かわいい。ちょっと、
木材さんことの若竹。若竹、あ、たぬきまいで字が。こっちか。これか。DIY の場合の資料を増やそう。150、そんな速さか。知識欲の取り子、2000マイル。結婚もらえんな。ありがとう、ちょいちゃん。よし。じゃあ、たぬき商店行くか。大きなたぬき商店。素朴な DIY 作業でも睡眠テーブル。こんにちは。こんにちは。これあれ？コーヒー作るやつ？コーヒーミル。いいね、こだわりがあるけど。マスターに会いたいなつもりでもカフェできないかな。これ何？エスニスミか。コーヒーばっかだな。今日コーヒーで行かないかな、こんな。で、こっちの大きい方は。あ、決まった、決まった。パソコンある。俺は前回欲しいっつった。デスクトップ PC。高っ！現実と同じくらい値段すんじゃん。10万、ジャックの家にあるよね、これ。ジャック、そんな金持ちだったのか。高っ！ 1、10、100、1000万、10万ベルだよね。か、買った、高っ。これ、俺のパソコンにそっくりなんだよ。モニターも、この配置で、キーボードの配置で、横にパソコン置いてあるんで、すごい俺のデスクにそっくりだから欲しいと思ったけど、マジかー。オリエンタルのスクリーン。マジかー。たっけー。パソコン高すぎでしょ。出ないこれ。8ヘッド。いらない。ちょっとリアルすぎて怖い。パソコン欲しいのになー。たけーよー。はーい。アウトの釣り竿。白い扇風クロス。黒いパンチングボードの壁。キャッチーな床壁。水色タイルの壁。黄色いテキストタイルの壁。スタンダードの茶室の壁。赤いツートンタイルの壁。V の小花柄の壁紙。赤レンガの床。タイガーの絨毯。ナチュラルフローリングブロック。グリーンハニカムタイルの床。白いシンプルカーペット。ライトバーケット、バーケットローリング。カーフブリカーペット、ファインゼフローリング。ちなみに今日の株価は何ミリ売ったんだっけ前回。100何ミリだよね。うわー高い。失敗したなぁ。うわぁ。やっぱ売らなきゃよかったなぁ。こういうのがあるんだよな、株って。さぁ。悔しい。あ、ミック。何してんの？あ、またヨークやってんのね。こんにちはー、テンション上がってるか、はは。おしぶしよ。親父の平和上で任せてくれ。あ、そうしてるからな、はは。そうか。あ、穴がある。穴。さあ、そういえばね、まあいいかって、前回編集してて気づいたのあなたがあったんですよ。あの、その上素通りしてたのを気づいて編集してて、あとメッセージとかも最近見ないなと思ったんですけど、見つけてさ、あさみさーん、あ、うまさん、いらっしゃい。いつも声しつこくとってもよく話しすぎてごめんなさいね。練習写真ですか？これは小さい子の育った姉妹とお父ちゃんが母ちゃんの写真です。見えねえよ写真。二人ともだいぶ前に亡くなったんですけど、こうした写真を見るといろんな思い出がきれいに戻ってくるんですよ。うちはまだ小さかったからお父ちゃんお母ちゃんのことほとんど思ってたのに。ああ、そうなんだ。でも姉ちゃんが父さんと一緒に育ててくれたのはよく覚えてるよ。ありがとうね姉ちゃん。いい話じゃないか。あ、何やの急に。いつも金ちゃんじゃないみたい。
もうお姉ちゃんったら、お母さんが得意はこんなしないんやから、じわじわ読んといて。ふふ、カンニーカンニー、ありがとうね、ひよちゃん。突然両親先立たれて、妹たちもおるの、私が頑張るのと、って。何でもかも犠牲にして、がむしゃらに生きてきたつもりになったこともあったんですけど、最近は時がついたんです。伝えられてきたのは、私の方やって。3人揃ったこと、AVC スターズ。これからも3人しか合わせて、頑張っていこうと思ってます。あー、後ろの写真があれか。うわー、いい話聞いちゃったな。ひよちゃん。ひよちゃん。さあ、そろそろ帰るか、服装とかも。明治 T シャツ。隠しの服。これ何？重ね着プリン T シャツ。あー、重ね着。これはスポーツジャージ。あ、いいじゃん、ジャージ。へー。あー、いいかも。コメディアの、ヤンチの学生服があるんだ。あれもまだあるもんね。テニスパンツ。野球の服。野球のユニフォームじゃないの。野球の服なの。運動部。髪の髪物。かわいい。あ、これ買ってなかったんだよね。あ、すいません、バグって。一回やめて。で。はい。で、とりあえず、このサングラスは買っちゃいたい。キットサングラス。いいね。他はないかな。ここだけ待ちます。どうしよう。つけていくか。ありがとう。はい。いいじゃないですか。服も着替えるか。なんちゃ学生服。おお。上と下が合わねえな。でもちょいちょいに回ったしコーデだからな。ちょっとこれは着ていくか。お、時計が鳴ってる。ちょっと、あ、レイジンじゃん。雨降ってきた？雨降ってきたね。雨多いな最近。いや、やっしゃい。ってことやったね。筋。買いに来てよ。はい。強い筋ない。警部買っちゃおうかな。それが島クリエイターでできてからにしてもいいかなと思うんだけど。雑草を買うと言ってしてんの？雑草を食いに来た。正直雑草がボーボーって草にしてするまで雑草だったでしょ。あった。だよね。この雑草のために僕はお高いなんで買った雑草にしました。それなんで試してるの。2倍。お、2倍1本20倍か。まさにとって抜いた雑草が無駄になるんですし、すぐによって大好きな草をいっぱいマークできるからそれがきつくないよね。だって今いっぱいあるからね。こっちも安い。まあいいや、どうせ使わないしね。雑草いっぱいあるし。ありがとう。はーい。ないよー。はーい、ありがとう。お、マイネージは俺を呼んでいる。これか。草むしりボランティア募集。島の美化活動に協力してくれるのは、たぬき開発にとってもありがたいことだもん。雑草を引き取らせてもらった数に応じて、まるを渡してたの。雑な草。よし。さっと。何しようって言うんだっけ。あ、まずは、たぬき前に出回らないとね。グリーンボーナス。こんにちはーす。どうも。はい。グリーンボーナスもらって、
で、たぬきショッピング、アーツレム、ノームの今日のフェイズリマンダー、スポーツサンガラス、ギザギザアーティスト、ジャイアンみたいだな、ウィンウィンチェス、スヌパン、リーンブーツ、アッパガマインスーツ、ヒゲサンバ、ヒゲサンバ買っちゃうか。はい、OK です。終了。はい、ジョニーがさ、来た人なんか冷めたパーツが残ってんだよね、ここに。ジョニーが来ると増えるんだよ、冷めたパーツが。何だろう、何に使うんだろうね、冷めたパーツ。ずっと謎に思ってた。ちょっと汗拭きます。よし、さっと。あ、ジャック家に履かれてたの？みんないい、みんな。あ、ブースキーいるで。ブースキーあーい。あ、うまそうんだ。手回しても。手回しすもかな。会いたくて、バイクは、もう決めなくて。ジャックの山って中車置こうぜ。ジャックの家の子に。はい。ジャック。いいんじゃないですか。工事のやつだよね、ほんとは。光線ビルは、なんだ？あれか。このあっちやつか。ジャーク！チュアース。お家帰ったら何振ったかな？あれ？パソコンがなくなってる。パソコンを上に出したの？だからたぬき挑戦なんてたの？パソコンがあってね、ここ。なんでなくなってんだろう。じゃあ、いや、よく聞くことね、キリ。おしゃべりしよう。ねえ、うまくん。5月に何か知ってる？何の日？メーデーだっけ？それはメーデーだよ。そいつミシンするからね、ヒットとかされたしんだ。うん、僕も楽しみだよ。なんだろうね、メーデー。気になるな。バイバーイ。ちょっとアップルちゃんさっきよく言うのにな、そうでもないね。アップルちゃん筋トレしてる。アップルちゃんわーい、アップルちゃんストレートを切るの引き回しも。あのアクセルアクセル使うよね。使うみたいな瞬間ちょっとかわいそうな気もするけど。でも、あたりみたいな背の子、どうしたっけな、あの、わかって、さすがにね、けど、かわいいな。バイバイ。PTA 会長いないのかな？ティファニーちゃんも今日会ってないよね。あ、そう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 。ここ、ここ。で、ステージ取る。何回も見逃した。何でやった。ひらっとくれてさ、主題歌。今までのダイアリーを整理していた面白いレシピを発見したんだ。知ってそうもないと思うから君も知ってあげるね。Do it yourself! DIY デザイナー、ティーチャー、ティーチャー、先生。PTA がいるからティーチャーもいいのか。なるほどな。シーラカンスタインにしたい。シーラカンスこのティーチャーかないかでも。シーラカンス。うわ、この人、全然ないけど。よし。1、2、3、OK。いかちゃん。いかよろしく。あ、チャイさんが。何してんの？何してんの？読書してんの？雨の中読書してんの？天人さん家で読みながら読書するんだから。ああ、ごきげんよう。そうね、よしよ。雨の中の中で乾かなくて困っちゃいますもんね。まず家の中で本読みなよ。あ、あの業務できえな。するか。どうせザックバスでしょ。うわっ、うわ、この人。はい。
うわ、この人、上側に行くとこの人見えてないけど、あ、人じゃないんだけど、でかい。ふわふわじゃないでしょ。よし、帰ろう。勝手に動いてる。高飛び棒。よし。よし。どうしよう。そうだ、一回